はい、どうもこんにちは、渡辺です。今回はですね、少し需要があるかなと思ってやってみるんですけども、私、ガジェット系の YouTuber 渡辺一正が YouTube の撮影のために使っている機材一式ですね、こちらをまとめてみました。はい、今撮影しているのが、2020年の1月の後半になりますので、2020年1月時点の最新版と思っていただければと思います。一応ですね、今回の、この動画に関しては、同様の機材をまとめてあるブログ記事も、書いてあります。なので、サクッとね、結果だけ見たい方は概要欄の方にブログ記事も貼っておきますので、そちらを見ていただければ、私が何使っているのかっていうのがサクッと、わかると思います。でこの動画では、一つ一つの機材にちょっとね、一言加えつつ、紹介していくっていう感じで、誰が見ても分かりやすいように私がどんな撮影環境で YouTube をやってるのかっていうのをまとめてみようと思います。では行ってみましょう。はい、ということで、まずですね、メインのカメラから行きたいと思います。もう私のチャンネルでは何度もね、紹介しているんですけども、今私が2019年1月時点でメインのカメラとして使っているのはソニーの α9 というカメラになります。こちらは2017年に、私が発売当初、もう発売日ぐらいに、購入した、ソニーの、旧フラッグシップのカメラになります。はい、なんで旧かっていうと、実はね、もうソニーの α9-2 っていうものが、2019年の終わり頃に出ているんですよ。2が出たことによって、α9 の方は旧フラッグシップという形になるんですけども、今でも性能的にはバリバリ高い。オートフォーカスの性能だったりとか、写真を撮る時の連写とかね、そういうところが非常に強いカメラになってます。動画に関しても、見ての通りですね、画質は非常にいいですし、オートフォーカスの食いつきとかも非常に速くて正確です。だから普段こうやって撮ってる時に非常に愛用しているカメラになります。一応ね、α9 のレビューっていうのも過去に出してはいるんですけども、ちょっとね、出した動画が今から結構前の動画になるので、その動画自体のクオリティがちょっと低めになってますけど、一応概要欄に、リンク貼っておきます。はい、動画をやるのにこれと同等ぐらいの品質の動画を作りたいっていう人は、別に α9 である必要っていうのは実際なくてですね、α7-3 とかそのぐらいの、少し安めのね、ソニーのフルサイズミラーレスとかでも動画の画質とかに関しては、ほぼほぼ同等ぐらいで出せると思います。ただ2017年当時の私はですね、ソニーフラッグシップ最新カメラっていうね、ズバッとくるキーワードにやられてですね、購入したんですけども、非常にいいカメラで今も愛用して使っています。こちらがメインのカメラですね。はい、次ですね、現在サブカメラとして主に使っているのが、こちらになります。今手元にあるんですが、ソニーの α6600 というカメラになります。はい、こちらも正直メインカメラとして全然使えるポテンシャルがあるので、非常にいいカメラになってます。α9 との主な違いはやっぱりセンサーサイズですね。 α9 はフルサイズのセンサーを積んでいて、 α6600 はこちら APS-C のセンサーを積んでいます。 α6600 はソニーのミラーレスカメラの APS-C センサーを積んだカメラのフラッグシップという扱いのカメラになります。非常に使いやすい。で、 α9 と比べるとよりコンパクトで持ち運びしやすかったりとか、あとはね、動画の30分の制限がなかったりするので、結構長回しとかもバンバンできちゃうんですよね。で、バッテリー持ちも、α9 と同等に非常にいいです。では外部マイクとかもつけることができるし、特にね、重宝するのはやっぱりこのチルト液晶ですよね。これがあることによって YouTube の撮影が非常にしやすいです。ちなみにちょっとこっちのね、今マイクつけているんですけど、このマイクですね、通常はここにつくので、こうディスプレイこうひっくり返した時にディスプレイが見えなくなっちゃうんですけど、それをちょっと回避できるアイテムを今つけています。はい、ちょっとね、今回せっかくなんで紹介しますけど、スモールリグのなんかね、アダプターみたいなのをつけてるんですよ。この通常の真ん中のホットシューのところにつけて、コールドシューを右の方に移動させることによってマイクを右の方に設置することができます。そうすると、こうやってね、ディスプレイの方をしっかり確認できる状態で使えるようになるというアイテムですね。これ先日購入して結構気に入っているので、こちらもちょっと概要欄に貼っておきます。スモールリグですね。ちなみに α6600 は、私の、メインチャンネルではサブカメラとして使うことが多いですけど、最近開設した鍋ラボっていう私の新しいチャンネルがあるんですけど、そちらの方では、結構 α6600 をメインで使うこともあります。はい、よりお手軽に撮影したい時なんかに使うことが多いですね。はい、で次ですね、こちらも私の旧サブカメラということで、 α6600 が来る前までサブカメラとして使っていたカメラ、こちらが α6400 というカメラになります。
でこちらもね横にちょっとリグとかをつけてマイクをこうつけてるんですけど、こう自撮りができるチルト液晶がついているカメラになります。まあ、これね私のまあ昨年の買ってよかったカメラのランキングとかランキングにも登場していたと思うんですけど非常に万能で使いやすいです。で、まあ、α6600 の方が α6400 よりもランクが上のカメラになるんですけど主な違いっていうのがですね手ブレ補正があるかないかっていうところとバッテリーの持ちがまあ半分ぐらい違うんですけどそのぐらいですね。基本的に撮れる画質とかそういったところに関しては α6400 でも非常に綺麗に撮れます。同じレンズを使ってるとどっちを使ってても多分画質の違いとかは感じられないと思います。はい、今同じレンズをつけてるんですけどこちらも後で紹介するんですけど画質の方は非常にいい。動画の30分制限もないので YouTube をこうやって撮る時のサブカメラとして非常に万能に使いやすいカメラになってます。で α6400 の方は今私の方では実際今ほぼ使っていなくて妻に渡してですね妻の方が使うカメラとして今活用しています。はい、はい、次ですね私の方でかなり使う頻度が増えているカメラが、ソニーの RX100M7 ですね。昨年のまあカメラのランキングとかでも確かにこれ1位にしてたはずなんですけど非常にこれね今も愛用してます。メインのチャンネルで撮るときは、まあ、これを自分撮りに使うことはほぼないですというかないんですけども物を撮るときですね物を撮るときのサブカメラ、まあ、2カメとして使うことが非常に多いです。で実際α6600 を2カメにしてもいいんですけど、まあ、例えば α6600 の場合は今ね 16mm の広角レンズをつけてるんですけどその場合なんか物を撮るときって結構広く映りすぎちゃって、このレンズをつけてると物を撮るときにあんまり向かないんですよ。だから結局レンズを交換しないといけなかったりとか、まあ、するんですよね。その点あの RX100M7 の方は、まあ、24mm から 200mm まで画角調整することができますのでレンズ交換がまず必要ない、まあ、そもそもコンデジなんでレンズの交換ができないんですけど、まあ、このカメラ一つで幅広くねいろんな画角で物を撮ることができます。だから私は2カメ体制で撮るときに物を撮るときのカメラとして使うことが非常に多いです。であとは、まあ、最近私が解説したあの鍋ラボチャンネルの方ではメインのカメラとして使うことも多いです。自分撮りをする時のカメラとして使うこともあります。やっぱり RX が特にいいのはですねマイク端子がついたことによって今もねマイク使ってますけど内蔵のマイクで撮るよりもさらにいい音で音を撮ることができたりとか、まあ、あとはね気軽にこうやってね液晶そっち向けて自撮りをすることもできるし非常に万能で使いやすい。で手ブレ補正も結構優秀なのでまあ、ジンバル乗せた方がいいですけどジンバルに乗せないで、撮影しても結構安定した映像が撮れるんですよっていうところもいいと思います。だから Vlog 最強カメラかもしれません。コンパクトで画質がいい、そして使いやすい、動画の30分制限もありません。はい、で次ですね、まあ、サブカメラとして使っているのが、こちら GoPro Hero 8 Black になります。はい、まあ、これはねやっぱりもう安定の GoPro ってことで非常にね手ブレ補正が良くてあと画角が広いので外で気軽に撮影するときには非常にいいです。で GoPro Hero 8、まあ、特にいいなと思ってるのがマイクの音質なんですよね。でこちらですねこのレンズの下の方に、この部分にですねマイクがついているんですけどこのマイクの音質がいいので、まあ、例えばこう自撮りをするときにこう喋ったときに、結構まあ画角が広いので、まあ、自分とカメラが離れたように見えるんですけど音が非常にいいんですよ。だからちょっとお散歩しながら、トークを撮るとかそういう動画を撮るときとかに非常にいいです。まあ、先日あの格安のアクションカメラと比較するっていうのをやったんですけどその時にね、まあ、改めて GoPro Hero 8すげえいいなって思ったところがあります。まあ、外撮影する時とかあとタイムラプスを撮る時に非常に使いやすいカメラになります。はい、で次、サブカメラですね。こちら DJI Osmo Action ですね。こちら GoPro Hero 8が出るまでは、まあ、外で気軽に撮る時はほぼ DJI Osmo Action を使うことが多かったです。でオズモアクションはやっぱり、まあ、こっちのディスプレイが大きいっていうところもあるんですけどこっちのですね自撮り用のディスプレイにこう気軽に切り替えて撮影することができるのも非常にいいです。こう見た時に、まあ、画角を確認しながら撮影ができるっていうところがいいですね。であと手ブレ補正に関しては、まあ、GoPro Hero 8との比較動画も出してますけど Hero 8と比べても私はオズモアクションの方が手ブレは強いなと思ってます。まあ、ロックステディっていう手ブレ補正があるんですけどその手ブレ補正はオズモアクションの方が強いです。ただあの画角の広さは GoPro Hero 8の方が広いので、まあ、よりダイナミックに広い画角で撮りたいときは
GoPro Hero 8の方がいいですね。アクションカメラの方も外で撮影するときなんかに使っています。はい、で次ですね、レンズですね。レンズ交換式のミラーレスカメラを使っているとやっぱりレンズもいくつか必要になってくるんですけど、まあ今メインで使っているのが、今この撮影しているレンズになるんですけども、シグマの 35mmF1.4 DGHSM っていうね、レンズになります。まあ、こちらのレンズは、まあ、レンズのレビュー動画も出しましたけども、私がこちらを購入したのは主に室内撮影をする時のための、レンズとして購入しました。室内で撮ると、まあ、やっぱりね、あの背景との距離感っていうのが、まあ、そんなにあるわけじゃないので、まあ、スマホとかコンデジとかで撮ると、まあ、背景ボケっていうのはほぼ全くないっていう感じになるんですけど、このレンズを α9 に装着すると、まあ、今撮っているのはこういう画質で、撮れます。非常に背景のボケ感とかがいいですし、ふわっと綺麗にボケて奥行き感が感じられるんですよ。っていうところが私は気に入っていて、これを使ってます。まあ、こんだけね画質が良くても単焦点で特にズームとかね、そういったことができないんですけど、価格が結構まあ控えめです。はい、レンズってまあ高いレンズが非常に多いですけど、まあ、シグマのレンズなんで安いんですよ。私の購入価格で約7万5000円ぐらいで購入できたので、まあ、コスパ的には非常にいいと思います。7万5000円とかで、まあ、最上級って言ってもいいぐらいの画質をね手軽に出せるので、まあ、非常にコスパがいいのかなと思います。はい、で次ですね、今までメインのレンズとして使っていて、まあ、今はサブのレンズとして使ったりしているのが、はい、こちらですね。こちらがソニーの FE24mm70mmF2.8G マスターレンズというものですね。この赤いマークが特徴的の非常にこれ高価なレンズになります。今まではこの α9 の方にこちらのレンズを装着して使っていました。でこのレンズは望遠レンズなんで、こうやってねズームをしたりとかして画角を調整することができます。まあこうやって撮影してる時とかでもちょっとグッと回して望遠すると、まあ物とかをね大きく撮ったりとか、そういうことができるんですね。だからまあその点使いやすかったんですけども、 F2.8 と今 F1.4 で撮っていて、今撮っているこっちのレンズの方がやっぱり明るくて背景ボケの感じとかが綺麗になるんですよね。なのでまあ画角を固定するんだったら今のこのレンズで、画角を変えたいんだったらこのレンズっていう感じになります。で今は α6600 とかにこれ装着して、物撮りを綺麗にする時なんかにはこちらを使ったりすることが多いです。まあ、とりあえず1本で全部済ませたいって人はこれ1本あると、これだけでもまかなり長いこと戦えるので、私もこれ比較的早いうちに買ったんですけども、まあ、買ってよかったレンズだと思います。これがあると大体のことはこれだけで済んでしまうという感じですね。はい、で次、フルサイズじゃなくて APS-C のレンズとして、まあ、非常に愛用しているのが、まあ、先ほどもちらっとお見せした、こちらシグマの 16mmF1.4DCDN っていうレンズですね。こちらはまあ昨年このレンズのレビュー動画も出しましたし、まあ、機材のまとめ動画でも紹介したんですけども、非常に万能です。まあ、16mm ってことで換算 24mm なんですけど、画角がまあ広いので、まあ、例えばこういう感じで自撮りをするとするじゃないですか。今ちょっと撮ってみますけど、はい、この感じで撮影しててこういう画角になるんですよ。こういう感じですね。やっぱり手持ちしてても画角が結構広いので非常に使いやすいです。で何よりね F1.4 ってことで非常に明るいので、背景ボケの感じとかも非常に綺麗で使いやすいです。でそれでいてこのレンズって価格が安くてですね、なんと約4万円ぐらいで買えてしまいますということで、例えば α6400 が、まあ、約本体10万円ぐらいで、このレンズが、まあ、4万円ぐらいなので14万円とかあれば、まあ、とりあえず YouTube を、まあ、そこそこハイクオリティに撮ることができるようになるので、非常にまあこれもコスパのいいレンズかなと思います。私の場合はメインで撮るっていうよりは、まあ、サブで撮ったりとか、まあ、ちょっと気軽に撮りたい時にこのレンズを多く使っています。ちなみにこれ気に入りすぎて自分用に1本あるんですけど、妻用にもう1本買い足して、その結果ね同じレンズが2本あるという状態になりました。はい、で次もレンズになるんですけど、もっと広い画角で撮りたいっていう時に、使える超広角のレンズがこちら、まあ、こちらもね単体のレビュー動画を出しましたけど、ソニーの広角ズームレンズ E10mm18mmF4 というものになります。まあ、こちらはまあ α6600 用に購入したんですけども、まあ、ちょっと交換しますね。はい、装着するとこんな感じの見た目になります。まあ、非常にコンパクトでかっこいい見た目ですよね。で何よりこれ超広角なんで、ちょっとさっきと同じように、この感じでね、ちょっと自撮りをしてみてどういう画角になるのかってやってみるんですけど、一番広角にするとはい、どうですか、こういう画角になるんですよ。これ手持ちしてさっきの 16mmF1.4 のレンズと同じように撮っているんですけど、めちゃくちゃこれ背景広く映ってますよね。こういう感じになるんですよ。超ダイナミック、これができるのがこのレンズの面白いところだと思
思います。でこれ使うのはどういう時かっていうと、まあ、私の場合ですけど、基本的に室内ではあまり使わないです。室内で撮影するときはそこまで広角である必要がないと思ってます。なぜなら、映ってほしくないところまで映っちゃうからですね。だけど外で撮るときとかに、広く映してね、背景とかもしっかり収めたいっていうときなんかはこのレンズがあると非常に面白いと思います。私もね、広角のレンズ1本欲しいなと思って、去年買ったのがこのレンズですね。はい、で次ですね、マイクいきたいと思います。やっぱり YouTube の動画綺麗に撮るためにはマイクも必ず必要になります。カメラの内蔵マイクだけだと、こういったね、聞きやすい音声にはなかなかならないんですよ。私もすっかりね、マイク沼にはまってしまって、いろんなマイクをね、使って試しているんですけど、まずソニーの α9 とかでよく使っているマイクがこちら。これも去年ね、レビュー動画出しましたけど、ソニーの ECM-B1M っていうショットガンマイクになります。こちら背面の方にいろいろ切り替えスイッチがあって、ノイズカットとかローカットとか、そういったモードに切り替えができたりします。であとは、指向性を変えることができるので、このマイクの直線上にいるときとか、後ろ側にいるときとか、マイクの前方全体側を撮りたいときとか、その場合によって指向性をカチッと切り替えて使うことができます。で、こちらの弱点は、ソニー専用なんですけども、こうやって上につけますと。これで使うことができるんですけど、このマイクをつけると、このディスプレイがね、見えなくなっちゃうんですよね、チルト式の。なので、ちょっとそこが気になるというところはあります。ただ、音質に関してはかなりいいです。で、あと、外で撮っても、外のいらないノイズとかが非常に綺麗にカットされますので、外で綺麗に音を収録したい時とかには非常に使えるマイクになってます。で、次、マイクですね。マイクにこだわり出して最初に購入したのが、こちらのマイクになります。ちょっとモフモフがついてないんですけど、これ、ロードのビデオマイクロっていうマイクになります。結構小型で小さいマイクなんですけど、モフモフをつけるとボフってでっかい感じになるんですけど、室内で使うときは特にモフモフを使う必要はないかなと思いますので、この状態で使ってます。で、これはプラグインパワーのマイクなんで、このケーブルをですね、カメラのマイク端子にこうカチッとつけてあげると、簡単に使うことができます。電源は不要です。音質に関しては、さっきのソニーのね、ECM-B1M の方が圧倒的にいいんですけど、こちらもプラグインパワーで気軽に使えるマイクにしては音が非常にいいので、とりあえず気軽に使いたいって時はおすすめできるマイクになります。ちなみにこちらにもつけてるようにコールドシューとかに装着すればいいので、スモールリグっていうのこのアクセサリーとかをかませると、しっかり、ディスプレイが見えるんですよ。だから、意外とこの Vlog とか、自撮りをするのに使いやすいっていうところも重宝しています。はい、で次ですね、今使っているマイクになります。はい、ロードのワイヤレス GO っていうマイクですね。こちらは先日レビュー動画出しましたけども、ワイヤレスのマイクになるので、ソニーの α9 のカメラの上に本体のレシーバーの方がついていて、で今ポケットの方にトランスミッターがついてます。トランスミッターの方に私の場合はソニーの ECM-C10 っていうピンマイクをつけてます。でピンマイクをここにつけて今音を収録しているっていう感じですね。でピンマイクだけでワイヤレスじゃなかったら、カメラに直接ケーブルが刺さるので、動いたりあまりできないんですけど、今ワイヤレスなんでめちゃくちゃね、こう動き回っても音質が安定するんですよ。例えばね、こういうところにいて音を取ったとしても音質は全く変わらなくて非常に安定していると思います。室内撮りだとしても常にこの位置にいるとは限らなくて、上にちょっと立ってですね、こんな感じでね、例えば下に商品があるとしてこういう感じで撮ったりする時もあるんですけど、そういう時なんかに音質が変わらず安定するっていうのがこのマイクのいいところだと思います。今こちらは一番のお気に入りという感じになってます。であとはパソコンに接続して音声を後から吹き込む時とか、あとゲーム実況する時のマイクに使っているのがアバーメディアの AM310 というマイクになります。こちら卓上のマイクなんでポンとねデスクの上に置いて使うことができて音が非常にいいです。それより前はソニーの3000円ぐらいのマイクを使ってたんですけど、それと比べてやっぱりホワイトノイズが少なかったりとか、カチッとワンタップでミュートにできたりとか、結構使いやすい機能も多いので、今メインの音声吹き込み用のマイクとして使っています。はい、次ね、三脚ですね。やっぱりね、YouTube 動画撮影するのには三脚も必ず必要だと思います。で三脚もね、なかなか高いんですけど、私が今 α9 を乗せて使っているメインの三脚になるのがマンフロットのテーブルトップ三脚キットというものですね。これね、いいんですよ。結構テーブルの上に乗せてちょうどいい高さになるぐらいの、高さがあるので、室内でこうやって撮るときとかに、重宝してます。であとちょっとバラバラにしてリュックとかに入れても非常に簡単に持ち運べるので、旅先でテーブルとかに置いて撮るっていうこともできます。結構私外出るときもこれ持ってくことが多いです。
次がベルボンの三脚 VS4430 というものですね。こちらは去年買ったんですけど、俯瞰三脚といって上から撮影して手元を撮影する時とかによく使っている三脚になります。もちろんこれ上からだけじゃなくて普通の三脚としても使えるので、基本的にサブの三脚として私は使っています。はい、で最後ですね、スライダー。私最近スライダーをですねよく使っているんですけども、ジポンマイクロ2っていうスライダーを使ってます。こちらは非常にコンパクトなんですけど、その上にカメラとかを載せると左から右へ、右から左へとか、後ろから前へとかね、いろんなこう横から横に動きながらの撮影とかができるスライダーになります。これがあることによって結構ね、一部のシーンなんですけど、例えば映画っぽいようなワンシーンを YouTube で挟みたいっていう時なんかに使えるスライダーになってます。でこのスライダーはカメラを上に乗せて直接スライダーごと三脚に乗せたりもできるので、高さが欲しい時は三脚に乗せる、テーブルの上に置きたい時は三脚から外して付属の足をそのままテーブルに置いて使うっていうこともできます。はい、ということで、ちょっと長くなってしまったんですけども、渡辺一正の、2020年1月時点での YouTube の撮影用の機材一式になります。まあ全部ですね、それぞれYouTube の個別でレビューとかも出しているんですけども、今の時点ではこんな感じのメンバーで使っているよっていうお話でした。詳しくはブログ記事の方でまとめてますので、気になる方はねブログ記事の方もちょっとねチェックしていただければと思います。ちなみにこの後もやっぱりね、カメラって常に使っていくものがやっぱりアップデートされていくので、アップデートされていってメインで使っているカメラが交代したってなったら、そのブログ記事の方も随時更新していこうと思ってますので、ブックマークとかに入れていただいたり、たまにね更新して覗いていただけると、変わってったりすると思いますので、そういったところも楽しんでいただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。